オズバルド。オズバルドよ。君の会は出たか。労働の時間だ。さっさと起きろ、グズども。この時間の食堂は比較的監視が薄い。協力者を見つけるなら今だ。待ちな、あんた。人のことをこそこそ調べて。なん。おっと、喋れないんだったな。猿ぐつわの学者さんよ。あんたを見てたぜ。5年の間、ずっと。何にも興味ない振りこいてこそこそ調べ物してたろ。ああ、囚人や看守どもの行動余さず全部まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か、脱獄でも計画しているやつのどっちか。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが後者なら、さあ答えろ。あんたはどっちだ、学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。おいおい、ふざけるなよ。そんなに友達を紹介してほしいってのか。なあ、本当は企んでるんだろう。あんた生かすぜ。俺の目に狂いはなかった。さて、本来なら俺を脱獄の友達に入れてくれ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い中の友達しか聞けない貴重な情報5万とな。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ、脱獄学者さんよ。俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。
うまく利用すれば役に立つだろう。そうこなくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄とは大陸から離れた孤島。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定日だ。その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすれば、その日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだが、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それともう一つ、猿器の鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。よろしくな、相棒。計画は進んだ。情報屋の働きを待つとしよう。